タトラ T3 タトラ T3 この項目ではタトラ国営会社スミーホフ工場が製造した路面電車車両のタトラ T3 のうちソビエト連邦の首都モスクワの路面電車であるモスクワ市電に導入された車両について解説する1963年から1988年まで計2084両の大量導入が実施され2018年の 時点でも180両以上が在籍している。第二次世界大戦後のモスクワ市電は、地下鉄開通などによる路線の廃止を経てもなお1961年の時点で総延長4 9 1 3トル系統数は45に達する大規模な路線網を有していた。その中で望まれていたのは、モスクワ市電を走る車両の近代化や、性能向上であった。 1960年代初頭、モスクワ市電では主力車両として多数のソ連製電車が移籍していたが、戦前製の M-38 や戦後初期から長期生産が行われた MTV-82 は、旧来の機構を有する全時代的な車両であり、その他のソ連各企業製の路面電車車両も生産速度が遅く、モスクワ市電側の需要を満たすまでには至らなかった。 また、戦前に、市電向けの車両を製造していた、そこりにチェスキー車両修理工場もトロリーバス製造に移行していたため、新型電車の開発は望めなかった。そこで、白羽の矢が立ったのは、経済総合援助会議体制下の下で、大量生産が行われていた、チェコスロバキアのタトラ国営会社、スミーホフ工場製の路面電車車両、タトラカーであった。 1959年にモスクワ市電最初のタトラカーとして登場したソ連向け車両のタトラティネス U は品質や性能、量産体制が高く評価され、1962年までに180両が導入された。その成果を受け、旧型車両の置換用として1963年から生産、導入が始まったのがタトラティをもとにソ連向けの改良を実施した。 タトラ T3SU である。T2 よりも軽量化した車体や、流線型の全面形状、多段式抵抗制御装置をはじめとする機器など主要な構造は、チェコスロバキア向きに製造されたタトラ T3 と同様だが、車内の座席配置は、右側が2人掛け、左側が1人掛けのクロスシートとなっており、運転台がない車体後方には3人掛けのクロスシートが存在する。 また、寒冷地での運用を考慮して、客室と運転室の間が壁によって区切られている。ほか、車内の暖房装置の強化が行われている。車体右側に存在する乗降扉は、製造年によって個数が異なり、1977年まで導入された車両は、車掌の乗務を前提とした前後2カ所であった一方、1978年、 以降に導入された車両は信用乗車方式への対応により前、中央、後の3カ所に設置されている。従来のソ連製の路面電車は、運転台からの速度制御に、架線から終電装置を通り電動機へ伝わる電流を直接、制御機を使って操作する、直接制御方式を用いたが、タトラ T3 を含めたタトラカーは、架線よりも低い電圧が流れる、 速度制御用の回線を別途設けた間接制御、その中でも自動的にノッチ診断を行う間接自動制御方式を採用している。この方式は安全性が増し速度制御が容易となる利点が存在する一方、従来の車両とは操作が異なるためタトラティーニ SU の配属が行われていなかった車庫では1970年代まで修熟訓練が行われた。 1963年末から営業運転を開始した T3SU は毎年50から100両のペースで大量生産が行われ、1976年の時点で在籍数は856両となった。これにより、モスクワ市電に在籍していた旧型車両の置き換えが急速に進み、M-38 を含めた戦前製の車両やダトラカーと同時期に導入された。 RVZ-6 は1974年までに営業運転から退き、その後も残存した MTV-82 や先代のタトラカーである T2SU などの車両についても1981年に引退した。予算不足で配給が停止された1988年まで T3SU の導入は続き、 翌1989年時点の在籍車両数は1220両にも達した。製造総数は2084両で T3 を導入した年では最大の導入数となったが導入から15年程度で廃車された初期の車両をはじめ T3 による老朽化した T3 の置き換えも実施されていたため全車が揃うことはなかった。加えて1990年以降は KTM-8 をはじめとしたソビエト連邦、ロシア連邦製の路面電車車両の導入によって、さらなる置き換えが進み、初期に導入された乗降扉が2カ所の車両は1996年までに引退した。その一部については、修繕を加えた上でタトラカーが使用される、ロシア連邦のタトシエの譲渡が実施されている。一方で、モスクワ市電に残存する車両に対しては、 修繕近代化工事が継続して行われており、1998年以降は、路面電車修理工場による更新工事が進められている。2019年時点の在籍数は185両で、地下鉄建設によって2つに分断された、モスクワ市電の両系統で使用されているが、そのうち、北部、南部の系統については71から 931M。 ビチャズの大量導入により2023年までに引退する計画が存在する。1992年に実施された廃車車両の復帰を目的とした工事以降、モスクワ市電のタトラ T3SU には以下のような改造や更新工事が行われている。ありがとうございます。